選手であるポジションはパワーフォワードセンターナイジェリアのラゴス出身コマンドでセカンダリースクールを経てナイジェリア国内の同段ウォリアーズカノピラーズでプレーした2011年3月18日 NBA D リーグのベイカーズフィールドジャムに加入した6月23日2011年の NBA ドラフトでロサンゼルスレイカーズに56位指名された 彼の権利はドラフトの夜にデンバーナゲッツにトレードされた。2012年1月24日、マドゥアバムはベーカーズフィールドジャムに再加入した。しかし、2012年2月1日、負傷のため1試合でウェーブされた。同年7月、NBA サマーリーグにデンバーナゲッツの一員として3試合に出場した。2013年1月、 カタールのアルシャマル SC に加入し、8試合で平均9.24ポイント、8.5リバウンド、3.6ブロック、1.0アシストを記録した。同年11月、エストニアの BC タリンナ・カレフと契約し、5試合に出場。2014年1月、モンゴルのハシイン・クレグードと契約。オールスターでプレーし、リーグ優勝を果たした。11月にリ,リーグに戻り、 ホートウェイン・マット・アンツと契約し、4試合で平均4.8ポイントと4.0リバウンドを記録した。2015年1月、BC ・タリンナ・ナカレフに復帰し、1試合平均7.6ポイント、5.1リバウンドでシーズンを終えた。8月、アイスランドのケプラ・ビークに加入。翌月、フィンランドのタンゲーエン・ピリトに加入し、8試合で、 平均2.1ポイントと3.4リバウンドを記録した。2016年、モンゴルのゲギエンガイリーダーでプレーした。2016年9月、B リーグの鹿児島レブナイズと契約。2016から17シーズンの51試合に出場し、1試合12.3得点、9.1リバウンド、2.4ブロックを記録。ブロックショット数は、 B にリーグランキング1位となった。2017から18シーズンは、茨城ロボッツに移籍し、60試合に出場。2018から19シーズンは、パスラボ山形ワイバンズに所属し、54試合に出場。1試合14.3得点、9.2リバウンド、2.6ブロックを記録し、2シーズンぶりに B にブロックショット数ランキングで1位を獲得した。 2019から20シーズンも山形と契約したが負傷により13試合の出場に止まる。2020年7月、ライジングゼファー福岡と短期契約し、13試合に出場。同年11月、B3 リーグのトライフープ岡山に移籍。ありがとうございます。